皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみスライム飼育員うつ主のミーです。皆さんどうもこんにちは。スライムで一攫千金霊夢です。毎度おなじみ冒険家マリサだぜ。ということで本日もスイッチ版スライムランチャーを実況していきたいと思います。前回はルリ砂漠で3匹の新スライムをゲットしたんだぜ。今回も砂漠を探索していきたいと思います。それじゃあゲームスタート。前回あれから各地のつぼみに水をかけ、オアシスを解放していきました。そして、巨大トルネードスライムに餌をやり、スライムキーをゲットしました。やっぱりあいつが持っていたんだな。この鍵を使って、閉まっているドアを開けていきましょう。おお、久しぶりに見たけどこんなオアシスあったわねー。砂漠にあるってだけでなんか特別感あるな。で、鍵付きの扉はどこ？ああ、遺跡みたいなところにあるんだよ。そうそう、オアシスでタールスライムが発生しても、不思議な力で奴らは一瞬で消滅します。すごいスピリチュアル。お、ここね、早速開けちゃいましょう。さあこの先には何が広がっているのか。砂漠って結構広かった気がするんだけど。この先も砂漠が広がっていたね。この遺跡みたいな感じ、何かがありそうだぜ。お、つぼみがこんなところにもある。さっきの遺跡にある噴水を使うか、この近くで噴水を作れるのか。それは誰にもわかりません。そうだな。スライムランチャーって究極の作業芸だと思うんだよね。まあ餌やったりプリットをどうのこうのしたり、食物の収穫をしたり。でもこういう作業するの好きだからハマっちゃうんだよね。マップを埋めていく楽しさもあるよな。あ、あんなところに宝石があるわ。売り払いましょうよ。宝石じゃなくてスライムだ。シークレットポット、オープン。いいよ、こうこい。おお、これはファイアスライムの付け替えだ。ヘルファイアか、青い炎になるってことだよね。シークレットスタイルって、かなりの数あるわね。もしかしたらスライムの数だけあるのかも。おい、早速あそこにファイアスライムがいるぜ。すごー、かっこいいわね。パッと見スライムに見えないわ。オアシスじゃないのにすごい数のスライム。これオアシス作る必要ないんじゃないの。確かに。いや納得したら終わるだろ。この辺から鈴の音が聞こえる。え、そうか。なんか常にキラキラ言ってる気がするけど。ああ、あんなところに金賞が。もしかして鈴みたいな音はこの生姜の音だったのか。多分ね、あの音を聞いたら生姜が近くにある合図だよ。あ、ここにスライムの像があった。この色とこの形、トルネードスライムだろう。トルネードスライムならそこら辺にいるからすぐにプリットが手に入りそうね。そして先にはまた何やら怪しい神殿のようなものが現れました。牧場の元持ち主はこんなところにまで足を運んでいたんだな。本当に冒険が好きなのね。私みたいなインドア人間からしたら尊敬だよ。ここ、なんか見覚えあるな。私、昔ここで金賞がめっちゃ探した覚えがあるんですけど。確か私たちが遊んでた時はこの先には行けなかったんじゃなかったっけ。うん、この先は悪ポータルみたいだった気がするけどね。相変わらず何もないな。きっとここが冒険の最終地点なのよ。2周目だから初見の時より早く到着できたぜ。それは私自身成長しているってことで OK。 一回やってるんだから当たり前でしょ。まあそれでも我々の冒険はまだ終わらないんですけどね。ちょっと、予想以上にルリ砂漠が広すぎて場所を全然把握できないわ。どこにどう繋がってて何があるのか混乱してるぜ。あ、さまよってたらシークレットポットがあったよ。シークレットポットは結構見つけてるわね。今度はモザイクスライムの付け替えだ。おーおーおー、この高価そうな感じ、早く見てみたくてワクワクする。速攻でお金に換えそうなんですけどこの人。まったく、モザイクスライムは綺麗だけど危険なんだぞ。え、そうなの？モザイクスライムから出る光は地面につくと爆発するんだ。それに体がガラスみたいになっているせいで、砂漠を炎で包むんだって。綺麗な花にはトゲがあるって言うけど、スライムもそうなのね。お、こんなところに紫のポット発見。いいもんが出るといいな。なんだヤシの木か。これで牧場が砂漠っぽくできるね。そしてこのモザイクスライムの石像。あ、あそこに枯れた噴水を発見。ってことはモザイクスライムのかけらをはめ込んで、あの噴水を使えるようにしないと。お、ここにもあったわ。噴水を解放してオアシスを作っても特に何も起こらないんだけどな。砂漠が豪華になるだけなんだよね。ちょ、こんなところにも鍵付きの扉があったわよ。まだまだ先に進めるってわけか。あれからうろうろ探索してみたんですけど、どこにどう進めばいいのか未だに分かってないです。探索を今度は崖の上とかに絞っていくといいんじゃないか。そうね、意外と崖の上に謎の空間とか神殿みたいなのがあるわよ。おや、そう言っていればこんなところに。今回なんと3つ目のシークレットポットだぜ。大収穫。
こちらはプラントスライムの着せ替えでした。緑から青にカラーチェンジか。こういう色の多肉植物いるわよね。これはまだまだ崖の上に何かありそうな気がするぞ。このゲーム、だんだんアスレチックゲームになってきてます。どんだけ高い場所まで来たんだ。目的は左上の神殿らしき建造物です。あそこ絶対に確実に何かあるわ。こうやって崖を一つずつ上がっていきます。おお、こんなところに巨大モザイクスライムが。こいつ、壁の穴を隠してるみたい。モザイクスライムの好物は確か野菜だったね。そうだよ。場所と生き方が分かったので出直してきます。この音、金生姜だ。あんた、なかなかいい耳持ってるじゃない？これで我が牧場も巨大金スライム天国よ。おい、でもここからどうやって戻るんだ？まさか。死んだのこれ？いやだ、絶対に戻りたい。金生姜2本持って帰るんだ。そんなこの星を消す。さて今週もこの星を消すのお時間がやってまいりました。今週もって今回初めて実況するんだが、ちょっとマリサったら寝ぼけないでよ。お前らが寝ぼけてんだろうが。このゲームは与えられたパーセント分惑星を削り取るっていうゲームです。ゲームのタイトル通り星を消していくのよ。なるほど。ゲームの内容はわかったぜ。ステージが進むごとにどんどん難易度が上がっていくよ。ボス戦もあるから気を抜いちゃダメよ。それじゃあ早速消していきましょう。動画冒頭からなんて発言してんだ。まず最初はイベントステージからやっていこうかな。このイベントステージの難易度はちょいムズだよ。おいおい、最初からちょいムズで大丈夫かよ。もちろん、多分大丈夫だよ。ものすごく不安なんだけど。さあ始まったわよ。こういうのは大体これくらいかなって感覚で、やれば意外と成功するもんだよ。ほんとかよ。50% 消し飛ばせだってよ。まあちょっとオーバーしちゃったけど大丈夫でしょ。マジでこのゲーム自分の感覚が頼りなんだな。プラスマイナスいくつ以内って後々ルールが追加されていくわよ。より正確に消し飛ばさなきゃなんねえんだな。ふう、全然ずれてるけどよかったー。うわ、円が2つに増えたぜ。円が2つで円々、なんちゃって。つまんねえこと言ってないで早く消し飛ばせ。さあ 54% 消し飛ばせたか。お、なかなかいいじゃねえか。かなり近い数値消し飛ばせたよ。ここからプラスマイナス 20% よ。オラに元気を分けてくれー。私に現金を分けてくれー。分けてもらったら何すんだよ。焼肉に行きます、この野郎。ああ、惜しい。なになに、ここでジャストになればボスラッシュに突入。ボスラッシュってなんかヤバそうだね。でもせっかくだし挑戦してみたいわよ。ジャストは 3% だぜ。ああ、あと 1% 足りなかった。まあまたやった時に突入できるといいな。